月、朝早くにごめんなさい。私ちょっと集合時間に間に合わないかも。え、確か式場の集合時間って朝8時だったよね。もしかしたら30分ぐらい遅刻するかも。本当にごめんね。ふざけんなよ。式当日に30分も遅れるってありえないだろ。ただでさ、お前はヘアメイクとかいろいろ時間かかるのに、俺が寝坊とか遅刻が大嫌いなのは知っているよな。言い訳に聞こえるかもだけど寝坊したわけじゃないの。むしろ緊張で朝5時には起きていたのよ。じゃあなんで遅刻するんだよ。まさか早寝したけど二度寝しましたってことじゃないだろうな。そんなのしてないよ。せっかくだから少し外を走っていたの。そしたら道端に倒れている方がいてね、声をかけたら妊婦さんで慌てて救急車を呼んだのよ。そしたら私もそのまま病院に一緒に行くことになって。で、大事な結婚式遅刻するってわけかよ。人助けは立派なことだろうけど、それで本来の予定に迷惑かけていたら本末転倒だろ。でもね、式自体には間に合うから安心して。ヘアメイクの時間は確かに減っちゃうけど、もともと自分でやる予定だったし、たくさん練習してきたの。1時間もあれば完璧にできるから。そういうことじゃないだろう。そもそも予定の時間に遅れることがありえないんだ。こういうのは全部予定通りにしなきゃダメなんだよ。今すぐ式場に向かえ。そういうわけにもいかないでしょ。妊婦さんを見捨てて結婚式をあげるなんて、そんな後味悪い結婚式したくないの。それじゃあまた後でね。なるべく早くそっちに向かうようにするから。ちょっと沙織さん、息子の和也から話は聞きましたよ。あなたは一体何バカなことをしているの。新婦が遅刻だなんてありえません。すみません、智子さん、でも倒れている人を放っておけなくて。あのね、沙織さん、前から言っていたと思うけど、もう少し息子の嫁になる自覚を持ってくれないかしら。あなたは我が家の跡取り息子の嫁になるのよ。今後最優先すべきことは我が家なんですからね。でも最優先すべきものはその状況によって変わるものだと思います。変わるわけないでしょ。どんな時もあなたが優先するのは我が家のことなの。それ以外の見ず知らずの他人なんてどうでもいいわ。そんな、それに今日は大事な結婚式なのよ。親族友人やたくさんの人がやってきてくれるの。あなたはその結婚式の新婦に恥じないよ。しっかりと身なりを整えておかなきゃいけないのに。ただでさえ十分な時間もないのに遅刻なんて何を考えているの。それなら絶対に間に合わせて見せます。しっかりヘアメイクも着付けも間に合わせますから。あなたみたいな自分勝手な人の言葉なんて信用できないわ。今すぐ式場に向かいなさい。見ず知らずの妊婦なんて放っておきなさい。そんなのかわいそうですよ。大体ね、妊婦ならその人の旦那さんがいるでしょ。こういう時は全部旦那さんに任せておきなさい。それがこの妊婦さん、旦那さんがいないみたいなんです。なんですって。まだ結婚されていないみたいで、恋人さんが子供の父親に当たる人のようですけど、その人はなぜか連絡も取れないって救急隊の方が。まあ、なんてろくでもない男なのかしら。それにそんな男と子供を作るとは、その妊婦もなんてバカな女なのかしらね。え、うちの新婦を巻き込む旗迷惑な妊婦かと思ったら、とんだアバズレ女だったとはね。道端で倒れていたのもきっと自業自得よ。底辺カップに構ってる時間はないわ。智子さん、その言い方はひどいと思います。この人の事情はこの人にしかわからないんですよ。底辺妊婦の事情なんて知ったこっちゃないわ。すべてろくでもない男と子供を作ったその人の責任よ。底辺妊婦って。その点、沙織さん、あなたは恵まれたわね。だって私の自慢の息子である小杉と結婚できるんだもの。うちの息子は優秀な大学を出ていて大企業で活躍中。まさに最高の旦那よね。そんな人と結婚できるなんてあなたはとっても運がいいわ。はあ、それに我が家は資産もたっぷりある裕福な家庭だし、旦那にも義理の実家にも恵まれているんだから、あなたは我が家の嫁としての務めを果たしなさい。旦那様や姑様が早く来いって言ってるんだから、とにかく急ぐの。底辺の人間なんて全て無視して早く来なさい。じゃないと息子と結婚なんてさせないわよ。おい、まだ式場に着かないのか。いつになったらこっちに来るんだよ。
30分ぐらい遅刻するって最初に言ったよね。それまでには絶対に向かうから黙ってて待っててよ。ああ、お前遅刻を宣言しておいてなんだその態度は。お前は俺を待たせているんだぞ。待たせてると言ってもまだ予定の時間でもないでしょ。それに葉月はとも子さんの態度にはがっかりしているの。絶対に向かうからもう私に余計な連絡はしてこないで。お願いだからそっとしておいてくれないかな。ふざけんな沙織、お前はなんて生意気な態度なんだ。ようやく今日俺と結婚できるからって早くも調子に乗っているな。はあ、お前は自分の立場ってものを分かっているのか。沙織は今日俺の妻にしてもらう立場なんだぞ。なのに遅刻を宣言するわ、生意気な態度を取るわ、なんて態度の悪い女なんだ。ちょっと待ってよ、妻にしてもらう立場ってどういうこと。夫婦っていうのは対等の関係のはずでしょ。何言ってるんだ。学歴も職歴も俺の方が上、資産の多さも俺の家の方が圧倒的に上なんだぞ。どこからどう見ても俺が上でお前は下の立場だろうが。そんなことすらお前まだ分かっていないのか。前から私は実家を見下しているなと思っていたけど、ついに堂々と言ってくるとはね。それを本気で言ってるならこの結婚は考えさせてもらうわよ。はあ、まさかこの俺と結婚をやめたいなんて言い出すつもりか。え、そうよ。私への態度も倒れてる妊婦さんへの態度もひどすぎる。本当にあなたと結婚していいのか今すごく不安だわ。ああそうかよ、それならもういい。お前とは今日この場でお別れだ。沙織、君は俺の妻にふさわしくない女のようだな。それじゃあ今日の結婚式は中止ってことでいいかしら。いや、中止にはしない。俺はこのまま別の女性と結婚するよ。え？別の女性って、劇団員に新婦でも今から頼むの？いや、俺の彼女と結婚する。実はお前と同時進行で付き合っていた彼女がいたんだ。2番目の女だったけど俺の新婦に昇格させることにするよ。はあ？彼女って何よそれ。和樹、あんた浮気していたってこと？リスクヘッジと言ってくれ。もう一人の彼女がいるおかげでこういう時でも慌てずにいられるんだから。彼女は俺にベタ惚れだし、俺が連絡すればきっとすぐに駆けつけてくれるはずだ。ふざけないで。浮気相手と結婚だなんて、そんなのさすがのあなたのご両親も黙っちゃいないわよ。それがすでに理解してくれているんだな。事情を話したら喜んで OK してくれたよ。身勝手な女を嫁にするよりも何倍も増したわってな。むしろ俺のリスクヘッジを褒めていたね。あんたもともこさんもイカれてるわね。イカれてるのはお前の方だろう。こんな完璧な俺との結婚をやめようとするなんて、大事な結婚式に遅刻するようなバカ女は用なしだ。俺は浮気相手と結婚する。彼女も別れるそうよ。あ、気持ちよく宣言しているところ悪いけど、その浮気相手の彼女さんから伝言です。婚約者がいながら騙していた男とは別れますって。子供も一人で育てるってさ。え、な、何？どういうことだ。なんでお前が彼女からの伝言を預かっているんだよ。ていうか子供を一人で育てるって、え、私が助けた妊婦さん、あんたの浮気相手だったわよ。そして彼女とあなたの子供が無事に生まれました。早産で大当てだったけど、病院に到着してすぐに生まれたわよ。ああ、ちょっと待て、俺の彼女だってそんな嘘だろ。花子さん22歳、一回りも年下の女の子をもてあそぶなんて、あんたってとことん咲いたよね。なんで彼女の名前も年齢も知ってるんだよ。これで少しは信じてもらえたかしら。いやいやいや、信じられるわけないだろ。だってこんなのありえないだろ。つか、こんな偶然ありえてたまるか。それがありえちゃったのよね。私、救急車に乗ってる間に彼女からスマホを託されたのは、どうにか彼に連絡してくださいってね。でも全然電話にも出なくて LINE を開いたらびっくりしたわ。その彼氏っていうのがまさかの和樹なんだもの。あ、いや、あ、それは、彼氏には悪いけど隅々まで見させてもらいました。 LINE には2人の仲良しの証拠はたくさん入っていたわ。ありがたいことに写真もたっぷりあるし。
これだけあれば言い逃れはできないわよね。そんな嘘だろ。こんなのありえないって。だって予定日はまだまだ先のはずなんだぞ。なのにこんな予定外のことが立て続けに起こるなんて。予定通り行かないのが妊娠や出産なのよ。予定日より1ヶ月も早く生まれることだってありえるわ。未熟児だからすぐに保育器に入ることになったけどね。ありえない。じゃあ結婚式はどうすればいいんだよ。てめえ一人で開けな。それじゃ私はもう少し彼女に付き添うから。どういうことなの沙織さん。かずきよ、すぐ代わりの嫁が来てくれるって言っていたのよ。なのにやっぱり来れなくて、しかも出産ですって。一体何がどうなっているの。かずきが女性二人を騙していたってことですよ。え、私は彼に浮気相手がいるなんて思いもしませんでした。そして浮気相手の女性には私の存在を隠していたようです。彼は二人の女性を騙していたんですよ。そんなのありえないわ。私の自慢の息子が、かずきがそんな最低なことをするわけないじゃない。実際にしていたからこの状況なんですよ。浮気相手の方からも話を聞きました。ずっと独身で彼女もいないと言われていたそうです。そして妊娠のことも報告したようですが、実家は片家だから俺が両親を説得しておく、入籍は出産後にしようと言われていたそうです。そんなほんとろくでもない男ですよね。そのせいで彼女は道端で一人苦しむ羽目になったんですから。何度連絡しても父親であるはずの和樹は電話を無視。まさに底辺の男ですわ。底辺の男、私の自慢の和樹が。嘘でしょ。大事な跡取り息子にはしっかり責任を取ってもらいますからね。私は婚約破棄の慰謝料を請求しますし、彼女も慰謝料と養育費を請求するそうです。なんですって。請求されて当然ですよね。私は婚約期間中ずっと騙されていたわけですから。そして彼女も和樹に騙され続けていたんです。ずっと結婚できると信じていたのに、22歳の若者によくこんなひどいことができますよね。いやだって一度にそんな請求をされても困るわよ。和樹だって混乱しているし、それなのにいきなりお金を話したなんて。バカ息子は混乱して使い物にならないから、ご両親であるとも子さんが代わりに支払ってください。大好きなバカ息子の肩代わりくらいいくらでもできますよね。え、私が支払うの。詳しい請求書は後ほど送ります。では一旦これで失礼します。頼むよサリー、聞いてくれ。カノコは産んだ子供は俺の子供なんかじゃないんだ。あいつは嘘をついている。頼むからその女の嘘を信じないでくれ。はあ、あいつは俺たちをはめようとしてるんだよ。俺とお前の仲を引き裂こうとしている。そんな手には乗っちゃダメだ。別れるなんてやめて、俺とやっぱり結婚しよう。ちょっと急に何なの。変な連絡してこないでよ。俺は本気だ。騒ぎとまたやり直したいし、あの子の嘘に騙されてほしくないんだ。そもそも俺とカノコは付き合ってなんかいない。ちょっと一緒に飲みに行っただけの仲なんだよ。22歳の若くて可愛い女性が一回りも上の男性とちょっと飲みに行くってことがあるのかしら。偶然居酒屋で隣の席だったんだよ。それでお互いに酔っ払って仕方ないか俺の部屋に泊めたんだ。それでその後すぐに妊娠したとか言ってきたんだよ。きっと俺の稼ぎや実家の資産を狙っているんだ。俺は最初からあの子にはめられていたんだよ。なんて苦しい言い訳かしらね。私が彼女のスマホを隅々まで見ているのを忘れたの？あなたからナンパして出会ったことも、約1年間仲良く交際していることも、私は全部知っているんだからね。それでよくはめられたなんて言えるわね。じゃあ、浮気のことは認めるよ。でもさ、本当に生まれた子供は俺の子供じゃないんだ。俺ちゃんとそういうのはしっかりしていたもん。だから絶対に俺の子供なわけないもん。だから頼む、俺のところに戻ってきてくれ。一緒に全部やり直そう。お母さんも騒ぎに戻ってきてほしいって言ってるよ。相変わらず自分勝手な親子ね。浮気しておいて。でも俺の子供じゃない。いい加減、潔く全部認めたら。
認めたらお前は絶対に復縁なんてしてくれないだろ。頼むよ、サオリ。俺はお前との子供が欲しいんだ。浮気のことは謝るし、慰謝料だってちゃんと払う。だから、俺と復縁してくれ。結婚式をまたあげよう。じゃあ、DNA 検査しましょうか。え？花子さんが言うには、ちゃんとあなたに認知してもらっているみたいね。それでも俺の子じゃないって言うなら検査をしましょう。それが一番確実よね。いや、そんな検査って嘘だろ。検査の結果、本当に和樹の子供じゃないなら復縁を考えてあげるわ。じゃあもし俺の子供だってことが分かったら、請求している慰謝料を倍にします。はあ、倍って嘘だろ。ただでさえすでに400万も請求されているんだぞ。それが倍ってことは1000万近くの請求になるじゃねえか。だってまた私を騙そうとしたってことだもの。反省の態度なしってことで目にもの見せてやらなきゃ。そんな待ってくれ。じゃあ DNA 鑑定をできそうなところ探しておくわね。頼む、本当に待ってくれ。 DNA 鑑定だけはやめてくれ。ほら、どうして？鑑定すると何か不都合なことでも起きるのかしら。それは倍の請求されたくないならみんなの前で、そしてともこさんの前で宣言しなさい。俺は浮気をして一回り年下の彼女を騙した最低野郎ですってね。生まれた子供も俺の子供ですって大きな声で宣言しなさい。分かった、言う、全部言うよ。だから頼む、倍の請求だけはやめてくれ。そしてその後、和樹は約束通りご実家で、そして母親の前で全てを認めて懺悔しました。その場には私と浮気相手のかなこさんも慰謝料請求のために同席しており、証拠として和樹の懺悔は全て録音しておきました。そして息子の懺悔を聞いた母親のともこさんは、うちの息子は本当はこんな子じゃないのと大号泣。そんなともこさんを横目に、私たちは無事に慰謝料と養育費を全額一括支払いで受け取って帰りました。噂によると、結婚式当日の中止やその経緯はすでにパリの友人親族全員に知れ渡ってしまったらしく、もうこの家はこの代で終わりだなと早々に見切りをつけられているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。